こんにちは、秋総裁のコーチです。葬式に行かれたらですね、最近は少なくなったかもなんですが、改装御礼で受付でこうね、香典なんか渡したりとかされたら、よく改装御礼のいただかれとったと思うんです。昔はですね、定番がハンカチ、白いハンカチにで包装がしてあって、まあ葬儀に来ていただきありがとうございましたいう個人のお名前とかですね、喪主さんの、まあ、名前入った礼状と、それに清めの塩いうのが小さいね、あの清めの塩、まあ今ほとんどないんですけどね、それがついておったんです。実は今日社員と話をしとって、清めの塩いでいつ頃から使えるようになったんですかいう話が出たんです。でおそらくこれは広島はですね、平成の確か一桁の時だったと思うんですけど、あの浄土真宗、秋元で浄土真宗は広島多いですからね、信州のお寺さんが清め塩は不要だということ で、それから改装年に清め塩を入れようになったんです。私がこの業界入った時は清め塩がついておったんです。でその時にちょっと調べた話を今日したんです。なんでハンカチと清めの塩がついておったかいう話を、ある文献で読んで知ったんですがね、昔は葬儀でやっぱり清め類のがあったんですね。でやっぱり日本は昔から神道がやっぱり強かったということで、その名残で神式では今でもやっぱり塩を祭壇に持ったりするんですね、清めるということで、その関係だろうと確かそういうふうな形で書いてあったと思うんです。で清め塩をまず帰った時にこう服にかけたりとかで、手を清めたり、まあいろいろ体清めたりします。その後に手を洗って、その改装御礼のハンカチで手を拭くと。で 今はもうガラモンのハンカチが主流になりましたが、私がこの業界入った時は本当ハンカチ、真っ白いハンカチだったんです。で真っ白いハンカチを改装御礼でつけるというのが定番だったんです。でそういうふうにですね、今日は改装御礼の話をさせていただきました。やっぱり一つ一つがですね、意味があったんです。だんだんそれが今忘れかけられておりますが、改装御礼一つ、清め塩にしてもですね、そういう清めるという、でハンカチで清めた、で最後手をこう拭くとね、それで改装御礼にハンカチと塩がついておったという、今日はちょっとそういう話をですね、たまたま会社で出ましたんでさせていただきました。以上です。